みほとけチャンネル。こんにちは、空也上人ファンクラブ公式サポーターのみほとけです。ナムー。はい。皆さん、空也上人ってご存知ですか？教科書で見たことある人いるかな？この姿の仏像が有名ですね。口から出ている小さな6つの仏様は、南無阿弥陀仏というお念仏が、一文字一文字仏様になって出てきているんです。この方は平安時代中期に活躍されたお坊さんで、京都で苦しむ人々のために、南無阿弥陀仏というお念仏を説いて回ったという功績があります。そこで、京都の六波羅蜜寺という大きなお寺を作りまして、現在にもそのお寺が伝わっている。あとは空也上人といえば踊り念仏で知ってる人も多いかな。でもそれだけじゃないんです、空也上人のすごいところって。しかも踊り念仏も名前はちょっと違ったりするんですよ。中の秘密もいっぱいあるんですよ。今日はなんとそのお話を六波羅蜜寺のご住職に直々に聞いてきました。 YouTube 特別にご出演承諾いただいたんですよ。ぜひその特別の話、胸熱な話聞いてください。どうぞ。それは君が見た光、幸せの青い雲、星雲ということです。ということで始まりました。空也上人のこと、そして川崎住職、ご自身のことを今日はお伺いしたいと思います。お願いします。はい、遡ること1070年前。951年頃に天下泰駅寺と書いてあるんです。駅は駅病の駅ね。駅病、はい。京都の人が疫病に苦しまれた。そんな惨状を耳にされた時の天皇であります村上天皇が空也上人にお呼びになって、なんとかこの病を鎮められないかと。で、空也上人にはすぐ町に出て病人の解放をされて、十一面観世音菩薩を本流を発願されて、お手伝いいただいた方と共に町々を巡られて、で大木茶という梅干しと結び昆布の入った薬湯を差し上げたり、それから念仏をされて、はい、病気の平癒を祈られた。井戸掘ってらっしゃる。それすごいんですよねって思います。井戸っていうのは本当生命線でね、はい、で井戸あちこち掘られて、その井戸の名前を空也というみんな名前をねつけて、で空也さんの井戸がいっぱいあった。で古い井戸をどんどん閉じていって、はい、で新しい井戸を使いなさい、まあこれは考えて分かる通り、井戸から感染してしまうから、そうですね、元気なもんはこっちを使いなさい。でもう一つはね、はい、火葬。火葬だからもう自動的にみんな火葬になってしまいますけど、はい、当時はほとんどね自然葬というの、亡くなった方のご遺体を墓場へこう運んで、ね、土に埋めるだけってことか。それもしない。埋めもしないんですね。うん、そっと置いてあったみたいな。へえ。それをほら野犬がこうちょっと怖いけど、はい、食べたりして、はい、また病気が広がっていくと、はい、でそんな中で空也上人は火葬を進めて、ご遺体のみならず持ってらしたものも全て燃やしてしまいます、はい、まあ、そういうことをされてどんどんとこう病が沈静化していったんですね、はい、で喜ばれた村上天皇は空也上人が作られた観音様をご本尊としてお寺を作ろうというのでできたのが六波羅蜜寺です。空也上人がいわゆる謎の部分が多い。そうなんですよ。だから皇室のつながりのある人やとか、皇位に生まれた方の子供やとか、はい、まあ、空也上人自身はその皇室の子供、うん、天皇の子供であるということは言われてますけど、それは確実な証拠があるわけじゃないんですよね、うん、皇室からそのお願いをされて、うん、疫病が流行ってる町で、そうそう、空也上人の動きとかいろんな見てると、はい、ある程度こうコネクションを持ってらした生まれやろなと思うね。村上天皇がね、はい、まあ直接会われたかどうかあれやけど、はい、会われては空也上人に何とかしてくれって言わないでしょ。うん、僕には言う人ないもん。おかしいの。いや、それだけメジャーな部分をお持ちやった。うん、謎の部分も多くて、うん、でまだ平安時代の中期にウイルスとか細菌とか感染とかいうような概念のない時に井戸掘って感染を防ごう、はい、もうみんな燃やしちゃって滅菌しようと。すごいですね。そういうね、
一体知識はいつどこで得られたのか全然わからない。そうですよね、うん、それこそ中国とかで勉強したっていうね、留学した歴史もないですよね、うん、だからまあそういった方に、うん、結構ね僕ね知識に関して貪欲な方やったと思うんですよ。でなぜなぜなぜっていうのは人間大事ですよ。疑問持たなくなったら人間と終わりよ。ああ、ぼんやりと生きてしまっている自分の胸に突き刺さる疑問持たなくなった、ね、はい、わかりました、わかりました、ね、まあそんなことです、そんなとこです、うん、それともう一つね、はい、クヤ上人のご功績というかご遺徳で念仏を持って宗教活動された、うん、これ日本で最初の方ですよ。そうですね、南無阿弥陀仏という念仏を、ね、はい、唱えるという行為を持って、もちろん仏さんの身教えを広められた方なんですが、当時ってね貴族とかそういうその特定の人しか字を返せる人は少なかったですよね、うん、平安時代中期、はい、で仏教の深遠な教えをお話ししてもなかなか通じなかった、うんうんうん、で空也上人は分かりやすく解説をしようとされるわけですよ、はい、仏さんの話を。でも一般町へ出てね、はい、あなたは仏信じますかって言っても誰も集まってくれないでしょ怪しいですね、うん、ちょっとだけ怪しいですね。空也上人はね、お念仏を唱えて、はい、みんなで唱えましょうと、うん、それもちょっとなかなか参加してもらえませんよね。いや確かに急に言われてもなんだろうな。ところがね、空也上人には実績があったんですよ。何ですかそれは。え何ですか、どんな実績でしょう。だからさ、井戸もある。はあ。それからいろんなその病気を助けるために動かれた、はい、そのだから念仏とかの前に本当に、うん、体持って実践される。なるほど、うん、だから、あ、そんな空也上人さんのおっしゃってることやったら一遍ちょっと聞いてみようか、はい、うん、で、念仏みんな入れ合い生身だやり始めた。なかなかええなと。いやー、で、そこで集まられた方、最初は4人、5人やったかもしれないけれど、はい、そこで空也上人は仏様の教えを説かれた。で、それを聞かれた一般の方は、あ、なんか心安らかになったなと、うんうん、また次に念仏こうかと、うんうん、そしたら今度隣の何ちゃんも一緒おいでやと、うんうん、で念仏の輪がどん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 広がっていったわけですよ。うーん、教えをこう勉強としてやるんじゃなくて実践した体感で、あ、そうそう、なんかいいもんだなっていうので広がっていく、うん、変な理屈なしに、はい、でね、昨今ね僕もあんまりそのことは考えなかったんですが、昨今、はい、ある大学の先生が、はい、川崎さん、私思うんですけど、はい、空也上人がおいでにならなかったら、あの鎌倉仏教はもっと衰退してたんではないかと。確かに鎌倉仏教っていうのは空也上人が行ったように町の民間の方々に向けた仏教の形っていうので比叡山延暦寺からどんどんこう、うん、町中に降りていった宗派ですね、うん、というのは、はい、空也上人がうわっとその念仏を持って布教活動されていって、はい、下地ができたわけ。そうです。でそこへ鎌倉仏教が起きた。確かにその一般の人にとって仏教なんて、うん、まだ聞いたことも触れたこともないところだったのに、うん、空也上人がそれこそ東京ドーム22個分になるぐらい、うん、町の人にも浸透させていたことで、うん、その受け入れ体制ができた。それこそ仏像も見たことある、お経も聞いたことある、うん、そんなね、こと思わなかったんですけど、なるほどなと思って。でね、空也上人ってね、はい、御仏さんと一緒なのよ。嬉しい、何ですか。だからね、はい、パフォーマーなんですよ。あー、そこはどういうことでしょう。私、あの、うん、空也上人像を見て思うのは、歌うまそうだなって思ったね。いやだからね、声が仏になるぐらいなんで、ね、いい声してたんだろうなって思った。急にお坊さん出てきてね、あなた念仏やりますかって言われてもね、はい、やらないけど、はい、血が立つ場所ね、はい、血っていうのはまあ小取引の場所、ね、市場が出る市場、はい、そこに簡単な舞台を、小さな舞台を組んで、はい、そこに大きな上りをかけて、はい、ひとたびの南無阿弥陀仏という人の蜂巣の上に登らぬ話で、これね、読めないです。確かに読めないですね、普通の一般の方。でもそれを超え、これは後悔じゃん、
で、ひとたびも南無阿弥陀仏という人の八つの湯のご覧し、これはもう言葉は簡単で、一回でもお念仏を言うたら八つというのは極楽浄土へ行けるよという意味です、うん、だからそういうことを考えられる人、普通舞台組むとかさ、はい、王さんがストリートラッパーみたいなそうそうそう、まあ、あんまり言葉良くないけどすいません、まあパフォーマーというか、はい、物の見せ方を知ったんだと思うな。すごいですね、うん、その社会的に井戸掘ったりとか病気を治すためにご尽力されてる一方で、自分が前に出てパフォーマンスもできるって、その両方の目を持ってるのってすごいことだなと思います。まああの歴史上稀有な方ではあります。踊り念仏の話は、ね、今日は聞いてなかったので、あ、ね、踊り念仏という記述はうちはしてないです。あ、そうなんですね。だから念仏踊りというのもちょっと違う。ほう、予約念仏。予約念仏、予約字が難しいですね、うん、難しいね。あの、湯はね、踊るつじゃね、踊るで、役は躍動の役、はい、の念仏です。あの、まあ、念仏っていうものがその空也上人が初めて本当に大人気になっちゃって、うん、あまりの人気でこう町の人の心をつかむもんだから、うん、政権が恐れて念仏を中止にするんですね、うん、ただそれでも念仏をしたいという心は収まりきらず、うん、念仏だということがバレないように、うん、お念仏に節をつけて、かつ体の動きもつけて、人があんまり見ていない夕方の時間にお寺の中でやる、うん、それうちの念仏ね。それが、はい、まあ、うがら光寺の、空也予約念仏というものですね、まあ、一般の踊り念仏で7種類があるので、うん、他もありますけれども、うがら光寺はそういったものが伝わっていらっしゃるってことあってますか？もうだ何枚とって言いながらかなり動くんですよ。まあ躍動、躍動、予約、どういったのかな、放越、放越、歓喜、エクスタシー、エクスタシー、こんな感じね。へえ、私ちょっと身を見まねでやってみていいですか恐縮なんですけれども、こうですね、うん、そうそうそう、こう、これと、ちょっと、うん、まあまあいい、ちょっと違いますか、あと、もうだ、ちゃうちゃう、おーみと、のーぼー、あ、そうだ、のー、これもっと四国踏むように、こうですか、うん、そう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 、おーみと、そうそうそう、まず、前、真ん中、まっすぐ立って、はい、で、のーぼー、おーみとって、のーぼー、いや、その先に四国踏んで、え、こうして、はい、のーぼー、おーみと、のーぼー、頭下げる、こうですか、ちゃちゃまっすぐしたい、そう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 、そんなの深くない、おーみと、おーみと、一応国の重要無形民族文化財をバカにしないように真剣です。はい、ありがとうございます。思考をかなり踏むめちゃくちゃハードな動きですよね。あ、ね、それとね、はい、変売と言ってね、はい、
難しい字で今僕もすぐ出てこないけど、変梅っていうのはね、はい、2歩進んで3歩目に頭と体を下げて、ほんでまた2歩進んで、はい、これはね、かっての宮中のね、はい、陛下に拝謁する時の形だったらしい。へー、それを持ってきて仏さんにお目にかかりに行くのに、はい、そういう形。へー、陛下にこうやる、まあ、儀式的なこの、うん、そうそう、形だけ残ったね。へー、そうですか。じゃあもう体で念仏を唱えるということの喜びとかありがたさを表現するっていうところに、一遍ね、やってみたらよ。やってみたいです。頭空っぽ。空っぽ、うん、はい、空っぽっていうかね、雑念に払われるのかな。へー、空也予約念仏歴でいうと何年ぐらいやってらっしゃるんですか。50が高校ぐらいの時ね。で、高校生の僕は、はい、寒いし、はい、これで時間も持ってかれるし、はい、と思ったけど、はい、やり始めたら今言ったように、なんかすっきりしちゃう。へー、うん、クラブっていうの？クラブ、あの、クラブ、ね、あの踊り、クラブミュージックってことですか？はい。あの時ってみんな結構エクスタシーちゃう。確かに俺行ったことないか知らんけど、だからどういう気持ちですかとかね、聞く人いるわけ、はい、確かに。そうとか、はい、何もない、ただもう集中してる。高校生の頃に修行に入られたんですか、はい、まあ、生まれは六原光司、お父様が三種でやられて、はい、うん、だからね、来年、いや今年か、はい、今年お坊さん歴50周年。おー、17歳の時、私ね、人生の中で経験の一つがね、学校の先生、うん、お、学校の先生、うん、世界史の教師は3年ぐらいやったな。はい、私の人となりっていうか、はい、最近思ってることでだけを喋らせてください、はい、戦争はね、絶対ダメです。戦争で今起こっている、はい、ヨーロッパで起こっている戦争で亡くなられた方のこうな御霊を心から手合わせたいと思いますし、はい、で今苦しんでる人や子供、子供が一番見てると辛いですね、うん、早く安楽、楽になれるように心からお祈りします、はい、うちの先代という人はね、はい、困ってる人がおったらとりあえず助けに行くのが坊さんの仕事だった。クエ商人じゃないですか、うん、まあ、六原のそういう DNA があるのかもしれない。で、阪神淡路大震災が起こって2日目ぐらいにうちの味を私の部屋にガーンと入ってきて、はい、まあ、何ぼんやりしてるんや、はい、助けに行け、神戸を。まあ、ちょっと行ってくるわ、僕もね。だまあ、ひどい状態。近くの学校の、その、避難所行ったら、まだね、あれ、起こって4日目か5日目やからね、あの、食事がない。でも、あったかいのがなかなかない。はい、で、まあ、みんなも気持ちももうこんなんやし、はい、ちょっとでも明るくなってこらへんかなと思って行った。うん、で、ともかくね、決まりを作ろうと。まず今作ってるバーベキューは皆さんに差し上げるのだから我々は一切口にしない。それから寒い、寒かった、寒い、しんどい、疲れた、この3つの言葉は絶対に言わない。おで、お手洗いまで持って行ったんですよ、はい、トイレ大変で、うん、大変な状態だから、はい、で、まあ一生懸命みんなでやって、それを喜んでもらった。うん、で、終わって、はい、まあもう夕方にはまだなってないけど、僕らもお腹減ったから京都へ車でこうずっと行った時に、ここでラーメン食っても怒られへんやろと、罰当たらへんやろと、ほんで、あのラーメンみんなで、はい、食べた、はい、誰かがね、俺らはいいよなって、今ラーメンも食えるし、家帰ったら暖かい部屋もあるし、風呂も入れるし、トイレも自由やし、ところが今避難所にいる人たちのあの生活は一体いつまで続くんやろと。泣き出したよね。ラーメン食べながら。うん。10人、おっさん10人。塩ラーメンではなかったけどね。塩の味がする。で、泣き出して。で、それからちょっとみんな頑張っていろんなことしました。で、今、東日本大震災の時も、まあ、ちょっとね、もう我々一個に役に立った、年は年なんで役に立たなかったから、
義援金かな集め、うん、で今も寺もウクライナのうちは私はねもう子供がかわい泣いて子供がかわい子供のためにというのでちょっと今義援金というのか支援金というのかを集めて、うん、できるだけ早く で、ね、私はいつも人のためにちょこっとでも役に立つことがあったら本当にこれが役に立ってるのかどうかこのタイミングでいいのかどうかっていうのはいつも見てます、うん、それが私の人となりというなんかね、はい、おせっかいでほっとけないタイプいやそうなんですよ私のこともすごい気にかけてくださっていて常にこう見てくださっているのも分かりますし、うん、まあそんなんですかねありがとうございます、ね、まあ今後とも、はい中途半端な芸人で終わらないように頑張ってください頑張ります本当に貴重なお話ありがとうございましたぜひ皆さん六原三辻おいでませ京都でどうぞお越しやすお越しやすそれでは本当にありがとうございましたはい、見てくれてありがとうございます。六原三辻ご住職に空也上人のかっこいいところたくさん聞きました。住職もかっこいいですね。はい。空也有役念仏はもうちょっと練習します。はい。空也上人に会いたいな、拝みたいなという方、5月22日から、六原三辻にて、令和館という新しい宝物館がオープンします。そこで空也上人像をなんと正面だけじゃなく、左右からも拝めるようになるんです。今まではずっと壁付きのガラスケースだったので正面だけだったんですよ。でも左右からも拝めるようになるので、ぜひとも京都の六原三辻、京都駅からバスで15分ぐらい、清水寺とか33間堂とかの近くです。ぜひとも足を運んでみてください。ちなみに5月8日までは、空也上人と六原三辻という展覧会東京国立博物館で行っております。まあ興味があれば間に合えばぜひ行ってみてほしいなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。それではまたこの動画でお会いしましょう。ナムー。